ジョン・ミルトン兵は、アメリカ合衆国の政治家、外交官、作家、ジャーナリスト。1898年から1905年まで、ウィリアム・マッキンリー、セオドア・ルーズベルト領大統領の下で、第37代アメリカ合衆国国務長官を務めた。中国に関する、文庫解放宣言を発表して、帝国主義政策を推進した。平は、インディアナ州。 セーレムに生まれる。1858年にブラウン大学を卒業した後、エイブラハム・リンカーンの秘書としてその経歴が始まった。彼の日記及び南北戦争中に表した書籍は歴史の基礎的資料である。彼はリンカーンによるビックスビー・ミボージニーの手紙の本当の作者として考えられている。リンカーンが報道劇場で狙撃された時、平和その場に居合わせた。 平和、同僚の秘書、ジョン・ジー・ニコレーと共に10巻に及ぶリンカーンの伝記を表した。1897年に友人であった、ウィリアム・マッキンリーが大統領に就任すると、平和中イギリス大使に任命される。1898年8月には、国務長官に任命され、米西戦争の講和条約であるパリ条約の締結に尽力した。マッキンリーの死後、 ルーズベルトが大統領職を引き継いだ後も平和、国務長官として中米政策に重要な役割を果たした。中イギリス大使の経験から親イギリス路線を取り、両国間の相互理解を深めた。そしてパナマ運河建設の障害となっていたクレイトン・ブルワー条約に代わり、1901年11月にイギリスとの間にヘイポーンスフット条約を締結した。 この条約により、アメリカは、パナマ地境の運河を建設、運営、保護に関する同意を得た。1903年、ワシントン駐在のコロンビア代理大使との間に、運河地帯を100年契約で賃貸する、ヘイルラン条約を調印することになったが、経理上の問題と主権の譲渡に、不満のあったコロンビア議会は、これを批准しなかった。手詰まりな状況に、 パナマ地境コロンビアから離脱独立させようというク立てがパナマの内外から持ち上がり1903年11月のパナマ独立戦争に艦隊を送り支援した。そして独立したパナマ政府と実質的な主権を放棄した英体沈尺の条約を結んだ。日清戦争で日本に敗れた新潮はその弱体化を世界に暴露することとなってしまった。すると 欧州列強は、早速、中国分割に乗り出した。そんな中、広大な領土を持つアメリカはその内部の統治のために、列強の分割競争に乗り遅れ、1899年、アメリカ国務長官、ジョン・ヘイが中国に関して、文庫解放、機械均等、領土保全の3原則を中国に進出している、ヨーロッパ列強に対して示した。貿易活動において、 中国市場に割り込むことが目的だった。1904年に、平和、アメリカ芸術文学アカデミーの最初の会員7名のうちの一人となる。1905年に彼は死去し、遺体はオハイオ州クリーブランドのレイクビュー墓地に埋葬された。平和、セオドア・ルーズベルト大統領に宛てた手紙で、米西戦争を素晴らしい小さな戦争をと評したことで有名である。 彼はまたコアバイダルの歴史小説、リンカーン、エンパイアーに現れる。ブラウン大学のジョンヘイ図書館は、ジョンロックフェラー2世によって1964年に建造され、1910年から集められたコレクションが収蔵された。1971年に物理科学書がニューサイエンス図書館へ移され、ジョンヘイ図書館は、もっぱら特別コレクションのための収蔵書となった。 サムエル・モリソン、アメリカの歴史4西川雅美翻訳監修、集英社文庫、1997年、ピアニッシも292から297、ISBN40 億8760万3172、ありがとうございます。